V は台湾海軍の補給艦。同系艦はなく、2015年1月23日に万弱が収益するまでは唯一の補給艦であり、台湾で建造された最大の艦艇であった。V は台湾が1988年より着手した海軍近代化計画、光化計画の一環により、洋上補給能力向上を意図し建造された洋上補給艦である。 中国造船工師のキールン造船省で建造されたが、この主艦艇の建造経験がなかったことから、設計に最新アメリカ企業の技術支援を受けている。設計は、1984年より建造されていた、アメリカ海軍のヘンリー・ J ・カイザー救急油艦が参考とされたが、同級は満載排水量で4万トンを超える大型艦であり、 台湾海軍にとっては課題とされたため、満載排水量は同級の半分以下とされた。そのため、艦の配置や構造はタイプシップより大幅に変更されている。艦名は福建省の山岳名にちなんで V と命名された。V の配置は全部に環境を、中央部に補給物資搭載及び洋上、補給ステーション区画、後部に機関部及び、 ヘリコプター艦板となっており、タイプシップとは大きく異なっている。中央部には、計6カ所の補給ステーションがあり、全部と後部の4カ所は、液体貨物用、中央の2カ所は、ドライカーゴ用である。補給物資の搭載量は、燃料及び真水などの液体貨物が9300トン、弾薬などのドライカーゴが600トンとされている。完備には、 ヘリコプター艦艦が設けられているが格納庫はなく、艦固有の搭載機はないものの、ヘリコプターによるバートレップが可能である。兵装は、艦首に RIM-92cc チャッパラル4、連装対空ミサイル1機、後部構造物上部に防法数 40mm、単装機関砲2機が設置されている。部位は設計の過程で、構造など、 タイプシップから大規模な変更を余儀なくされた。加えて、建造した造船所側の経験不足もあり、収益直後には、航行時における船体の傾斜や同様、機関部などに不具合発生が伝えられた。実際に、部位は、収益後何度も遠距離公開任務を退化なくになっており、仮に初期に不具合があったとしても、その後解消されたものと推測される。 本館の収益により、台湾海軍の洋上における、形成能力は大きく向上した。なお、台湾海軍では2012年に、改良型となる盤石級補給艦の建造を、開始、2013年11月に、浸水、2015年1月23日に収益した。ウィキメディアコモンズには、部位に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。